はい、99% 解決お悩み相談相談者の直方ですけど。もしもし。はい、もしもし。はい、もしもし。すいません、あのこういうの初めてなんですけど、はい、あのキャス消した方がいいですか？いや、キャスは消した方がいいね、なるべくね。いいですか、消した方が。はい。はい、消しますね、今。はい。できた？はい。ナボーさん。はい。愚痴なんですけど。あ、愚痴ね。いいよ。ゆうべね。うん。あの、パートで働きに出てるんですけど、うん。結構ブラックで、うん。で、また理不尽なことで、うん。ギャンギャン社員さんに言われて、うん。結構なんかこう、寝れずに、もうなんか言われると、あの、IBS ってわかりますか？IBS？ 何それ？過敏性腸症候群。何それ？あのストレスとか何かがあると胃が痛くなったりとかあるじゃないですか。あ、それの私お腹、うん、お腹バージョンで、うん、何かあったりとか、うん、仕事行く前とかになると、うん、ちょっとあの汚い話なんですけど、トイレに何回も駆け込むとか。めっちゃ大変じゃん。そうなんです。でも病院とかにも通ってっていう経験してるんですけど、うん、結局成長台座されて終わりなんですね、うんうんうん、でも付き合っていくしかないっていうことで、うんうん、もうとにかくストレスになるようなことは、うんうん、あのそこから離れるようにっていう感じで言われてたんです、病院からは。へー、うん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 、もうそれしか対処法がないですねって、うんうん、で仕事をすごく減らして、うん、日数も時間も減らしてやってるんですけど、うん、自分ではあの気持ち的に大丈夫って思ってても、うん、昨日みたいになんかその理不尽に怒られたりとかすると、うん、次の出勤日の前日にちゃんと明日は仕事だからっていう感じで仕事行く準備をしておくんですけど、うん、目が覚めるともう体調が悪くなってるんですよ、うんうんうん、頭がガンガンしたりとか吐き気がしたりとか、うん、胃がキリキリしたりとか、うん、で、まあ、下痢が止まらないとかなんです、うんうんうん、それで、うん、なんだろう、私激安スーパーのレジ線をやってるんです、うん、レジ線、うん、レジ係、うんうんうん、で、やっぱりこう言ったらなんですけど、うん、安いから、うん、一人一人のお客さんがすごく大量に買うんですよ。うわー、もう想像つくね、うん、あのカゴとか2つとか3つとか、うん、もう山盛りでとか、そういうお客さんとかバンバン来て、うん、でそのレジのお客さんが途切れることなく、うん、1時間とか2時間とかずっとぶっ通しなんですよ、うんうんうん、で昨日のクレームのお客さんは、うん、まあ、ちょっと私が見る限りでは初めて見る顔だったんですけど、うん、状況的にあの店で、うん、あの無料で行為として、うん、マイバッグには袋詰めをしてあげないけれど、うん、マイカゴを持ってきた人には、うん、無料でカゴ詰めサービスをしてあげるっていうことをしてるんですね。はい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 。でそれをやることによって私たちでレジ係に何か報酬があるわけでも何でもないんですが、うんうん、それをやるっていうことで、うん、まあ変な小さなカゴを出されたんですあー、なんか俺らが想像するちゃんとしたカゴじゃなくて、お前嘘やろみたいなカゴね。そうです、うんうんうん、であのお肉、生肉のお肉のカットのスライスを売ってるんですけど、うん、うちでいうところの通常のスーパーのだいたいカゴの大きさって分かりますか？マックス、あのマックスバリューとか。あ、分かる、一般的なカゴね、買い物カゴね、はいはい、うん、分かる分かる、はい、それをカゴを横にした状態で、うん、でその隣に縦置きにして、お客さんの持ってきたカゴを縦置きにして、であのお客さんが差し出してきたカゴを横置きにして、うん、まあ、L 字型の形を作ってカゴ詰めをしていくんですね、うんうん、でうちのお店ってその通常のカゴのサイズの半分の2分の1の
サイズのでかいパックの肉を売ってるんですよ。で、それを2つ持ってきてたんですね。で、基本的にチェッカーするときにっていうのは、上にある商品から順番に取っていって、順番に詰めていくっていうシステムっていうか、そういうふうマにニュマアニュルがアあルるんが。だね。そうなんです。そしたら、肉取ったら、そのへんてこりんなカゴだもんで、縦にしたら入らないんですよ。で、わかります？カゴに対して、まあ、平行に横に入れたんですね。そうすると、L 字型に隙間が空くじゃないですか。わかるわかわる。かります？そうしたら、下から今度、でっかい丸玉の、一玉のキャベツが出てきたんですよ。でですよ。難易度私高は、え、テトリスみたいだな。そうなんですよ。何が出てくるかわかんないっていうあれなんです。怖いで、ね。そうなんですよ。それで、今まで他のお客さんに文句言われたことはなかったんですけど、その肉の上に、キャベツどうしようって思って、肉の上に乗せるしかないよねって思って、まあそっとね。ですよ。そっとちょこんと乗せたんです。まあ、気持ちね、丁寧に扱ったってことだよね。そうです。両手で持ってちょこんって乗せたんです。そしたら、そのお客が発狂したんです。その場で？その場で、ね、お肉の上にキャベツ乗せないでくれるとかって。で、言われて、で、びっくりして、すぐにキャベツを持ち上げて、でも入れる場所がないんですが、って。どうしようってなったんだ。キャベツ持っそう、て。そう。それで両手でキャベツを抱えて、じゃあキャベツだけそちらのカートの方、お客さんがカートを持ってきてたので、そちらの方でキャベツだけ引き取ってもらっていいですかっていうふうあ、になる差ほし出ど。したんです。キャベツ別途にしたのね。そう。そしたらキャベツを奪い取られて、もういいわ、自分で入れるからとかっつって怒って、入んカの？ゴも奪い取られて、で、その後、パートの、まあ、アテンドっていうんですけど、ちょっと、金銭管理とかしてるおばちゃんがいるんですけど、その人に、まあ、クレームを言ってたんですよ。うわー、クレームも言うんだ。すごいクレーム入ってくるんです。で、昨日の場合は、それでまずそのおばちゃんに10分ぐらいクレームを言い続けた挙句、そのおばちゃんが社員さんを呼んだんですよ。で、また社員さんにもまた10分以上ずっとクレームを言い続けてて、うわ、すごで、いね。そうなんです。もう本当に、ちょっとしたことで怒ったりするとか、殴ってくる人もいるし、大変なんですよ。で、まあそういう理不尽な変なお客さんがよく来るんですよ、やっぱり安いから。それで、まあ私、まあ昨日夜8時までの勤務だったんですね。で、クレームが入った時ってまだ8時前で、勤務時間内にレジを札を立てて止めて、ちょっと丸々さんちょっといい？って言われて、こうこうこういう風でちょっとお客さんが言われたのでとかっていう感じで言われれば、私もそれで、ああ、そうでしたかっていう感じで、まあ収まったところなんですけど、8時まで仕事をきっかりやらされて、そのずっと続いてくる客をガンガンに働かされて、はあ、やっと帰れると思って、勤怠を手で認証する勤怠なんですけど、それで勤怠を今ちょっと変わって、エプロンを取って帰り支度ができてから勤怠を押すっていう形になってたんで、それでやろうとしてたら、その対応してた社員さんが入ってきて、わわわわ言い出したんですよ。それでもう日頃の鬱憤が溜まってて、こっちも。で、勝手のいい時は、もう今日ちょっと時間があって、私も用事があって、8時までとか9時までとかって時間を決めて、シフト制で入れてるんですけど、
で、向こうの都合で、なんか学生さんとかを大事にするんですよ。ねえ、おかしいね。うん、学生さんは、もう、すごく、あれで、なんか、ちやほやされてるみたいな、やめられたら困るから、みたいな感じで、なんか、そんなんなんです。それで、出勤したりとかすると、その、まあ、アテンドの、その、金銭管理のおばさんがいるんですけど、その人が、今日はちょっと人がいないから、頼むよ、とかって、そうやって言ってくるんですよ。で、私今日用事あるんだけど、とかって言って思っても、で、なんでってこの人って言って、あれって人いたんじゃなかったでしたかって言ったら、自分でその学生さんがシフトでその日、今日を何時から何時まで入れるって言って申告してたのに、なのに用事ができたから休みますって連絡があったから、来ないことになったから、だからあんた延長してやってくれるとかって平気で言うんですよ。おかしくないですか？い仕や、おか事をしいよシフね。ト入れといて、用事ができたから休みますっておかしくないですか？でも、お咎めなしなんですよ、全く。学生さんにはめちゃくちゃ優しいし、怒らないし、で、なんでパート学生の、に優しいの？多分、辞められると困る。なんで？常に人がいないんですよ。ああ、なるほど。で、まともな人は、もう、勤務初日から入って、一日働かな、な、一日っていうか、まあ、その人の決めた時間、3時間なり、4時間なりとかって決めた時間で入るじゃないですか。だって入ったとさ、しても、あなたもあれだよね。常に辞められたら困る一人にはなってんじゃないの？私は、それなりに頑張ってやってるんで、夜の部門では、で一も、応あれ認めか。られてはいます。こいつは辞めないって思われてんのか。ある程度負荷かけても。でも、学生とかはちょっと言っちゃったりとか、そうちょっでとすなんね。か、大変だったりとかすると辞めちゃうから甘やかしてるってことかな。そうです、そうです。なるほどね。で、クレームが入っても、そのアテンドのおばはんが、金銭管理のおばさんが、自分のところで止めて、学生さんのクレームが入ったとしても、社員さんに告げ口にしに行かないんですよ。自分のところで止めたりするんですよ。それまあ言ったで、ら、じゃあ僕辞めますとか言われちゃう可能そ性があるから止めるんだろうね。う。で、めっちゃ甘やかして、こっちにはすごいツンケンツンケンするんです。あなたは辞めもうないと思3われて年、る4から。年とかって、単位で働いてるんですけど、いまだにそういう風な、なんか冷たいあしらいを受けてながらも頼まれれば、お金が欲しくて延長するんじゃないんですよ。困ってるっていう様子で、頼んでくるから、人情として、手伝ってあげてる。たかだか最低賃金なんで、15分単位でしかお給料つかないんで、15分やっても250円ですよ。延長したって。そんなお金いりませんよ、私は。帰りたいんですよ、用事があるから。まあそうだよね。そうなんです。で、自分も買い物して帰りたいし、家帰ってご飯作んないといけないしって。で、それがあるから、そうやってやってるのに、そうやって告げ口をするんだったらば、もう今後一切、延長とか、もう休みの日、休みで出れませんって、罰って売ってるのにもかかわらず、平気で、あんた明日出勤できるとかって平気で言ってきたりとかするんです。でも、特にねぎらいとかっていうねぎらいの言葉とかもなく、で、客にはギャン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 言いたい放題言われて、で、それを、鬱憤を晴らす場もなく、吐き出すところもないんですよ。で、今日、それで私8時上がりで、そしたらその社員さんが休憩室に入ってきて、わーって言い出して、で、8時15分になる直前に、15分になったら、お給料が250円分ついちゃうから、私に言ったんですね。ちょっと勤怠先に押してもらえますかって言って、退勤を押してくださいって言って言ったんです。で、私の中では、クレームであっても、仕事に関係することであれば、勤務時間内に言ってくださいっていうのがあるんです。そうだそれっね。ておかしいかなっおかてしく思っないよ。て、何人にも聞いてるんですよ、他のパートさんにも。そしたら、
私の言ってることの方が正しいって言って言ってくれるんですよ。だからそれを今日やられて、8時45分ぐらいまで捕まったんですよ。でその人は社員さんでお給料発生してるからいいじゃないですか。で私たち雇用保険にも入らせてもらってないんですよ。で交通費ももらえてないんですよ。わお。でもう本当に時給が全てなんですよ。時給しかもらってないってことだよね。そうです、そうです。での組合費だけは取ってるんですよ、勝手に転引きされてるんです。そういう状況なんです。それなのにその仕事のいくらクレームの内容とはいえ、たかだかそのキャベツだけのこと、キャベツを肉の上にちょこんと乗せたことが私のいけなかったことっていう感じで、ギャン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 何回も同じことを繰り返し言われて、反省してますかみたいな、で反省も何もって感じじゃないですか。言われた時にすぐに持ち上げてお肉のところから、どうしたらいいですかっていうふうに聞いて、お客さんに接して両手で差し出して、じゃあそちらで引き取ってもらっていいですか、キャベツだけって言って、で自分なりにちゃんと正当な対応をしたつもりなのに、そういうふうに社員さんに、社員さんとおばばには、まあ自分のいいように言いますよね、お客さんは。で一方的になんか言ってきて、マニュアルで肉の上にはキャベツとか硬いものを乗せないことっていう風にあると思うんですみたいなことを言われたんですけど、私入った時にマニュアル見せてもらったんですけど、そんなこと書いてなかったんですよ。書いてなさそう。もう基本的にもう何が出てくるかわかんないから、山積みになってるから、もうしょうがないんですよね。後から出てきてしまったものは、もうビールの6缶パックとか、2リットルのペットボトルが寝そべっとったりとかするんですよ。でもう積み上げちゃってるし、どうしようこれみたいなのがあるんですよ、やっぱり。でそうするとどうしても上にカゴの上に乗せるか、その人に引き取ってもらうか、しかないんですよね、方法が。で私の対処法って今回のって、それ間違ってますかね。いや、間違ってないよ。そう、なんかそのマニュアル通りやるのが間違ってないのね。でもマニュアルにそんなことないんですよ。勝手に社員さんがそうやって言ってるんですよ。いや違くて、あなたはマニュアルを読んで理解して、ね、接客というかレジ打ちさせてもらって、でそれでそのマニュアル通りやった結果クレームが生まれたわけじゃん。そうだから、そのキャベツの話ね。キャベツそうだから、まあそういう客も中にはいるのよ。そう、中にはいるの、そういうやつが。それで、そこでさ、じゃあ、その金銭管理してる人だったりとか仲間内で、そういうやついるよねって、もうそういうやつはもうほっとこうぜみたいな感じの雰囲気だったら全然普通に働けると思うのね。そうでも味方がいないというか、そのなんか、そうなんです、いやあなたがいけないよみたいな言い回しされるから、なんで私こんだけちゃんとやってんのにっていう気持ちになるんだよね。そう、めっちゃなるんですよ。でそれが夜もう眠れなくて、頭ぐる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 回ってっていう感じで、朝までなっちゃってとか、で次の出勤日にほぼ高確率で体調不良、でまあさっきお話ししたような体調不良が出て、ちょっと出勤するにはまあ元気に働く、真っ当な仕事、私はその元気よく働、いらっしゃいませこんばんはとかってやってるので、大きい声張り上げてやってるので、そのパフォーマンスができないから休みますって言って連絡するんです。でひどいと2週間ぐらいとか休んじゃったりするんですよ。もう本当に気分が落ちちゃって、いやまあそうか、大変だなそれは。でもう本当に今までで、も本当に積み重ねで、やっと店長が変わったからまだマシになったんですけど、キャベツ以前の話でも本当にもう防犯カメラ、私の働いてる時間の全部の時間を防犯カメラで私確認しても、私がやってないっていう、そのやったっていう事実の画像が写ってないでっち上げのクレームとかがいっぱいあったりとかしたんですね、前の店長の時とかは。
例えば私が卵を奪い取ったとか、卵奪い取ったの？奪い取ってないですよ。普通に受け取っただけです。差し出してきたので。で、卵を受け取って、スキャンして、別のカゴに一旦避けてっていう感じとか、あと商品がマイカゴに入らないから、全体重をかけて両手で上からギュ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 押し込まれたとか、わけのわからんクレーム入れられたりとか、子供が30個お菓子を持ってきて、レジに1個しか買わなかったから、残りの29個を売り場に戻してこいって私が言ったとか、言ったもの？う言ってませんし、その時の画像も見たんですけど、全くそんなの映ってないんですよ。だけど、コールセンターとか、もう店長とか、そうやって社員さんとかクレームが入ると、お客さんの言ってることを丸呑みするんですよ。で、一方的に私たち従業員に、特にパートにわーっと一方的に言ってくるんですよ。もうそれでもちょっと、明日、今日、労基にでも行って、言いつけてやろうかしらって思ったりとかもしてるぐらい、もう帰ってきてから何回、3回ぐらいかな、トイレ走ったかな。なるほどね。どうし、まあ、ナーボーだったらどうする？自分になんか落ち度っていうのは一個もないんだよね。まあ今話してる限りはないんだけども、なんか自分こういうところ悪かったなとかはもう一個もないんだよね、今まで仕事してきて。それで、そのキャベツの話に戻るんですけど、その社員さんが言うには、キャベツまんま、一玉だから丸いじゃないですか。で、キャベツを下に入れて、キャベツが後に出てきたとしても、カゴの中から、肉を避けて、キャベツを下に入れて、上に肉を置くべきだったって言うんですよ。でも、それすると、バランス崩れるじゃないですか。わかります？キャベツのまん丸の上に肉のトレイを2枚乗せるんですよ。ぐらつくじゃないですか。だから、私は肉を先にスポット入れて、キャベツが出てきたし、とかっていうのがあって、そっと置いたんですよね。で、逆にそれで、キャベツを下にすると怒るお客さんもいるんですよ。キャベツ下にしんといて、とかって。肉を下にして、とかって。もう、はちゃめちゃなんですよ。みんな言うことが違ってて。そうなんだよね。そう。でもなんかこれ、まあ俺レジ打ちやったことないから分かんないんだけど、お客さんのニーズに応えてられないわけじゃん。特に激安店でレジに並ぶ人もたくさんいるから。そう。だから、あなたのマニュアル通りにやるのが正解なの。そう。で、入れ直したりとかしたら、他に並んでる人もいるからっていう焦りもあるわけじゃすごいん。圧があるんですよ。まだかまだかみたいな感じで。ぐいぐいカゴを押し入れてくるんですよ、隙間に。次の人が。そういう圧もあって、もう焦って、急いで、でも間違えてはいけないって言っていうのがあって、うちの店、ミスで間違えたりとかするじゃないですか。例えば、半額になってる、例えば1000円の商品が半額になって500円で買えるっていうふうになってるとするじゃないですか。で、それを半額を見落として1000円のままで通しちゃったとするじゃないですか。で、お客さんが気づいて、クレーム言いに来ますよね。そしたら、その場で500円の返金をすればいいと思いませんか？1000円のものを半額だから、1000円で売っちゃったから差額の500円をお返しするでいいじゃないですか。じゃないですか、普通から言ったら。ところが、うちの店の場合は、商品も差し上げて、その元のお買い上げ、その値札ですね。値札の1000円っていう、1000円もお返しして商品も差し上げるっていうことをやってるんですよ。すごいね。で、それでめっちゃ責め立てられて、始末書とか書かされるんですよ。ミスったりすると。だもんで、それが嫌で、もう焦りながらも怒らせないようにと思って、急ぎながらも正確さを求めてってやってるんですけど、
もうねぎらいとかもなく、うん、もうそういう風な扱い、まあ、粗末な扱いというか、うん、受けるもんで、もう今日言い放ってやったんです、帰り際に、うんうん。もう私は延長とか早出とかって頼まれても一切お断りしますのでとかって。うんうん、で、もう辞める方向に向かっていきますんでって言って。うん、で、もう言って、出て、帰って、うん、来たんですけど、うん、まあ、今日の予定、仕事8時で終わって急いで帰って今日はとかって用事があってって行くとこがあってちょっと人を迎えに行かなきゃいけなかったっていうのもあったんですよ、うんうん、でそれも全くできずに、うん、で結局その迎えに ちっとも迎えに来てくれなかったからって電話かけても出ないしって、まあ、ミュートにしておくっていうことに決まりになってるもんで、スマートフォンを、うんでロッカーに入れておいてポケットとかに入れて持ち歩いてはいけないってことになってるもんで、うん、言われてる間、まあ、ミュートの状態だったんで、うん、それで、まあ、それし解放された後に携帯見ていっぱい着信あって、うん、おいで電話かけて、うん、今から行くからとかっていう風に連絡したら、そしたらもういいよってタクシーで帰ってきたからって言われて、うんうん、まあ、そういう本当だったら私が今日迎えに行ってっていう、まあ、役割分担をちょっと兄弟でしてるもんで、うん、それのあれだったんです。今日は私が迎えに行ってあげなきゃいけない日だったんです、うんうんうん、でそれが、まあ、できなかった、うん、でタクシーで帰ってきたからもういいよで、うん、ついでに買い物頼んどいたやつしてくれたとかって聞かれて、うん、ごめんちょっと買えんかったとかっていう状態、うん、でこっちからしたらっていう、うん、もう本当になんかっていたたまれないんです、うん、ナーボーだったらどうします、やめます、え、もうなんかやめることって決めたんだよね。決めたっていうかもう前から、うん、前から他のところもっと暇なスーパーがすぐ近くにあるんですよ、うん、でそこがそこだったら何だったら徒歩で2分ぐらいで着くんですよ、うん、でそこの方が全然お客さん少ないし、うん、買う量も少ないしっていうのがあるから、うん、なるほどね、うん、で何だったら俺が思うのが、うん、あなたがね、うん、あなたの仕事の仕方ってめちゃめちゃ真面目にね、会社で取り決められたマニュアル通りに働ける人なのね、うん、そうでこれこの激安店で客がたくさん来るようなお店っていうのは、うん、マニュアル通りではなく臨機応変に対応できる人が向いてんのね、うんうんうん、そうであなたの仕事の仕方っていうのはどっちかというと、うん、決められたものを着実にできるようなものだから、うんうん、あんまりこうスピーディーに動いたりとかするようなところはあんまり向いてなくて、うんうんうん、そう的確にルールを守ってお仕事するようなところの方がよっぽど向いてるし、うん、重宝されるの、うんうん、そうだからその働く場所をそもそも間違えていたっていう感じなのかなっていう、うん、でも すごいんだよ。そうね、うん、結構決められたルールって守れない人多くて、うんうん、そうまあ俺もなんかそうバーというかコンセプトカフェやってるんだけども、ね、まず何時に来てくださいねって言われて守れるやつの方が少ないの、ね、これ決められたルールだけども守れないやつの方が少ない。決めたルールを守れるやつっていうのはすごい重宝される。でもその激安店とかだと決められたルールよりその場その場で上手に対応するスキルの方が求められるわけ。それも、うん、そのキャベツの件でその昨夜社員さんに言われた時に、うん、〇〇さんが一番夜の部門では声も、うん、店内に響き渡るぐらい、うん、張って一生懸命やって、うん、一番頑張ってやってくれてるなっていうのは分かってるんですけど、うん、でも一応お客さんからクレームが入ったんでって、うんこれはね、お客さんにはって、うん、それ指導者のマニュアルで、あなたのいいところはここなんだけども、うん、ここ直してねっていう指導の仕方なのね、うんうんうん、だからそれもマニュアル通り指導されてるだけだから、そこなんか鵜呑みにしちゃいけなくて、うん、そうだからまあ俺が今全部聞いた感じは、うん、なんだろう、なんか臨機応変じゃなくてもルール通り、しないといけないルールを徹底するようなお仕事の方があなたには絶対向いてるから、うん、そう私ルール通りやってますよっ
っていうところで、それが正しいって言ってくれるところで働いた方がいい。で、じゃあ具体的にどういうところかっていうと、あなたがさっき言った、なんかそのお客さんがあんまり、まあ、激安店ではないスーパーとかの方が的確にルール守ってレジを打ったりとか品出しとかできるよね。品がいいんですよね、やっぱり高いところって。そう、そうだし、客室の問題ではなく、なんかルールを守ってるだけじゃいけない場所があるわけよ。そう、これね、あのマックとかもそうなの。マック、そう、マクドナルド、マクドナルドとかも、本当時間帯だとマジで戦場って言われてるぐらい人が来て、ね、これルール守ってたら対応できなくなっちゃうのね。そう、ルールだけ守ってたら対応できなくなって、臨機応変にルールをちょっとだけ破って上手になんかいなすというか、上手にお客さんを対応していくっていうスキルが求められる場所なんだ。そう、だからまあそういうところはちょっとあなたの考え方っていうか、あなたの働き方は向いてなくて、他のところで重宝される、他のところで大事にされるようなスキルを持ってるから、なんかそういうスーパーだったりとか、他のなんかルールを徹底するようなお仕事に就いた方がよくて、でもね、ラーボーね、その社員さんに言われたのが、もうちょっとお客さんにフレンドリーな感じでみたいな感じで言われたんですよ。一応マニュアル用語っていうのはあるんですよ。言葉尻をこういう言葉を使ってくださいっていう、あるんです。〇〇円でございますとか、何番生産機へ お願いいたしますとか、そういうなんかあるんですけど、私はもう重たい、あのペットボトルとかいっぱい持ってきてるとか、今日でも業者さんが喫茶店なのかな、多分やってるのが、買うものがなんかヤクルトとか卵とか大量に買っていくんですよ。でそのお客さん私んとこに好んで来てくれるんです、でっていうのは、まあ私臨機応変に言うんです。もうカゴから、あのカートから下ろさなくていいです、何個ですかそれとかって言って、ハンディスキャナーをビヨンと伸ばして、スキャンさせて、かけるいくつとかって、で言って、数えてくれていいよとかって言うけど、あ、もういいんで、信用してるんで、って言って、これが20個で、でこれが10個ね、とかっていう感じで、もう一瞬でっていう風に終わらしたりとか、結構私がおばちゃんなんで、おばちゃん言葉で、あ、わかったわかった、とかって言って、袋ね、とかっていう感じではやってるんです。でも、福袋の人がありがとうとかってそうやって言ってくれるんですけど、夕べみたいにそんな気違いみたいなのが来るんですよ。だから、もうなんかそれ、ルールに徹底できるあなたがルール違反を犯してる証拠じゃん。でじゃあ、ルールを守れない、ね、理不尽なお客さんに対しても臨機応変に対応すればいいのに、ね、あなたに対して気のいいお客さんにだけ臨機応変に対応してるわけ。そうなってくるから、余計なんか、理不尽なお客さんに対してフラストレーションを溜めるわけよ。ね、だから臨機応変って平等に臨機応変にしないといけないのね。そう、臨機応変にしないといけないので、特別この人だけ臨機応変にしようっていう考え方はもう仕事で一番ダメなものかなっていう。そう、あなたにだけ、気持ちよく接してくれるお客さんにだけ特別扱いしてることになるから、それダメだよね。それは良くないよね。そう、もうこれがなんかどの職でも、接客業でもそうだし、レジ打ちでもそうなのね。そしたらさ、昨夜のそのキャベツの私のその取った行動、じゃあキャベツだけ引き取ってくださいとかって言って言った、その対応は、どうするべきだっただと思います。ナボが逆にやった時間、かかってもすいませんでしたって言って、キャベツを横に置いて、ね、肉を取り出して、ね、バランスが崩れてしまうけども、この積み方でよろしいでしょうかって言いながらお肉を上に置いたりとかね、そう、相手にクレームを言わせないような会話をしつつ、積み上げていくっていうこともできたよね。その代わり時間がかかるから、ね、後ろに並んでる人たちは、まあ、ちょっとなんかもたついてんじゃねえよって思うかもしんないけど、結構そんな圧あるんですよね。そう、圧があるんだけどもね、臨機応変っていうのは、そう、クレームになるかもしんないし、ブツブツ言われるかもしんないと思ったら、そこに時間割くべきなの。そう、でもそれをね、なんかたくさん並んでる時に上手にできる、
人ってなかなかいないからすごい難しいことなんだけども、うんうん、でもなんかこれが店のルールですからって言ったら最終的に、うん、あのクレームになってね、あの、うん、自分のところにさ上司が来たりとかするわけでしょ、うんうんうん、だったらあの時時間かけてすいませんでしたっつってあのキャベツ入れ替えてあげた方が良かったって思わない？そうですね、うん、でしょ、その発想がなかったです。そうそう、だからそういう風にまあなんか時間かかってもいいのよ。そうで、うん、クレーマーってまあ、多分、うん、あの後ろに並んでる人とかはあこいつめんどくさい客だって思ってるから、うんうんうん、そうまあ時間かかってもしょうがないよなって思ってくれる、うん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 、そう思ってくれるから、うん、そういう時って時間かけたりとか申し訳ございませんって周りに聞こえるぐらいの大きな声ですいませんでしたって言ってあげんの、うんうんうん、そうこれなんで大きな声でわざわざ言うかって言ったら周りに、うんね、いた客の対応してますっていうアピールしないといけないの。ああ、そっか。ごめんなさい、申し訳ございませんって言いながらやってたら、あ、すごいなんかめんどくさいお客さんなんだろうなって周りが思ってくれるから。うんうんうん、そう。だからこれが臨機応変だよね、うんうんうん。そう、臨機応変に対応する。やばいお客さんっていうのは、ね、やばい人だからこういう風に対応するっていうのが、ね、うん、いい特別扱いなわけよ。うん、そう逆になんかさっき私に対して、ね、いい印象を持ってるお客さんに対して特別扱いするみたいな、これやる必要ない。特別ってことはないですよ、うん、特別ってことはないですけどフレンドリーには接してますって感じですね、うん、でもこのフレンドリーに接するっていうのも、ね、周りにやってないんだったらその人にやる必要なくて、うん、あなたの気持ちだけで動いてるよね、うん、そうだったらその人にできるんだったら他の人にも全部やってあげないといけないの、うん、そう他その人にできるんだったら他の人にもできるはずだからやらないといけない。うん、そうやってあげた方がいい。そっか、ね、だからその人にだけなんかにこやかな接客をしてるって周りに思われてるからあなたの接客、うん、そうあなたの愛想ってどうなってんのってなんか言われるわけじゃん。めっちゃめんどくさくない、うん、めんどくさい、うん、めんどくさいよね、うん、そうだからでも本当になんかそのルールをちゃんと守ってお仕事できるっていうのはすごいことだからうん、なんかここじゃなかったって思った方がいいかな。ああそっか、うん、まあナーボーに教えてもらったその発想がちょっと自分になかったし、ね、社員さんからのそういった指導もなかったから、うんうん、納得ができずに理不尽なまま帰宅したっていう感じがあったから。ああなるほどね、うん、その1回あすみませんでしたっつって肉を避けて、うん、で不安定になりますけどそれでもいいですかっていう発想がちょっと自分の中になかったんで、うんうん、だからそれができるんだったらもうちょい働けるかもね、うん、逆になんか臨機応変にもできんじゃないの。なんかルール守るとかじゃなくルール守るだけじゃなくて上手にお客さんごとになんかうまく仕分けできるんじゃないのちゃんと、うん、えそっちの方が良くない？数年は勤めてるんで、うんまあまあ馴染んできてはいる中堅ぐらいなんですけど、うん、だったらやっぱりそれなんか踏まえて明日から頑張れるんじゃないの。うん、まあ結局社員ですよね。そうやってクレーマーが入った時の、うん、そのおつぼねと金銭管理とかそのドライの方のおつぼねとか、うんうん、と社員さんのからのこっちに言ってくるそのあれ、うん、そのギャンギャン言ってくるうん、それがやっぱりすごくもう不満が爆発するんですよね。まあでも上ってそういうもんだよどこ行っても、うん、でも上それ言うの仕事だから、うんうん、まあストレス発散に言ってるやつも一部いるけど、ねうん、そのなんかさらに上がいるわけじゃん。さらに上からちゃんと指導しろって言われてんのよ、うん、そいつらも、うんそう。だから言いたくないけども歯食いしばって言ってる可能性もあるから、うん、そうなんか俺とかもそうだもん。俺もやっぱり、うん、そのなんか店長をやらせてもらってるけども、ね、上にオーナーがいて、うん、こういう風に下に指導してくれって言いたくないこととか、うん、言わないといけない時たくさんあるから、うん、そう、なんか意地悪したいわけじゃないの、上って、基本的に。うんうん、なんか意地悪したくてやってるやつとか、なんかいないと思った方がいい。うん、う言わないといけないことだから。前のパワハラ店長はひどかったですよ。あ、さっき言ってたやつね。そうです。うん私を3週間シフトに入れなかったりとか、うん、年末調整の紙、うんまあ、紙その当時紙だったんですけど、うん、去年はウェブサイトだったんですけど、うん、年末調整の紙を私だけ、うん、本社から届いてないからないとかって言い張ってくれなかったりとか、うん、そういう意地悪をしてきて最終的には生理的に、うん
無理で嫌いだからってあなたのこととかっていう風に言ってきたりとか、そんなこと言われたんだ、それひどいね。うん、でも、まあ、そういうやつもいるよね。でその店長のことを昨夜の社員さんは、うん、あの人は社員の中でもちょっと問題ありっていう風に思われてたんで、でとんでもないところに飛ばされたみたいですよ。うーん、車で片道2時間ぐらいかかるところの店長に。じゃあ、うん、まあそれってあなたが正しかったってことじゃん。うん、そう、だからもうやっといなくなったと思ったんだけど、まあ、それであなたが残ってるんだから、まあルールを守りつつ、うん、ね、なんか今話したようになんか臨機応変にお仕事できれば、ね、うん、いいのかなって思うけどね。うん、じゃあ料金には行かなくていいですかね。俺はなんか、なんかもうなんか腹が立ってきちゃって、うん、でその気持ち的に落ち込んでっていうのもあるし、うん、てかなんで勤怠を押さされて、うん、退勤させられた後にこんな拘束されて、うん、仕事の内容のことギャンギャン言われないかんのとかっていうのもあって、うん、でこれって労働基準に違反しとるとかって思ったもんで、もう明日休みなんで行ってやろうと思ったりとかしたんですけど、労働基準守ってる会社の方が少ないと思う。一応なんかあちこちに貼られてるんですよ。うん、休憩室のところも勤怠を押すところにも、うん、もうありとあらゆるハラスメント、こういったことをした場合は、うん、ってなんか懲罰解雇みたいななったりとかするとか、うんうんうん、もうすごく厳しく、なんか日に日にそのなんかこうマニュアル的なそういったもの、規則とか変わっていくんですよ。うんうんうん、でまあそれも目を通しましたけど、あこれ私やられてる前の店長にとかって他のパートさんに話したりとかしてたりとかもあったんですけど、うんうん、とりあえずですね、とりあえず、まあ、行かずに続けるっていう感じで、で、うん、他、の家から近いとこ、今募集してるんで、うん、で、そこをもうちょっと視野に入れてっていう感じで、明日ちょっと偵察に行ってみようかなと思ってるんですけど、そうだね、うん。うん。うん。頑張ってみます。はい、頑張ってね。大変だと思うけど。うん、すいません。ありがとうございました。はい、はい、だね。はい。はい、失礼いたします。はい。